Kentel Mamolta wins his second Indonesia Open title. History is made. A deserved champion, Kentel Mamolta, becomes only the second man from Japan to win the Denmark Open title. My goodness, he's had to work hard for this title. 自分で思った以上に、成長できた1年でもありましたし、その反面、体のケア、食事面などいろいろ考えさせられる1年でもありました。 It was a massive 2018 for men's single superstar Kentel Mamolta. With four HSBC BWF World Tour titles, the Asian Championship crown, plus the gold medal at the Total BWF World Championship,The Japanese ace dominated the season. We sat down with the world number one as he looked back at a historic year. アジア選手権では準決勝でリーチョンウェイ、決勝戦でチェンロン、でその二人とも勝った一度も勝ったことがなかった選手で、その選手に勝って。優勝してすごく嬉しかったことを覚えてます。やっぱりインドネシアのファンの方たちはすごい熱狂的で、いいプレーをするとすごく湧いてくれるので、自分自身試合しててすごい楽しいですし、そういったなんていうんですかね、素晴らしい大会で優勝できたことはすごく自信になりました。まあどの試合も優勝するっていうのはすごく大変で、でもやっぱり世界選手権など主要大会はみんなが優勝したい大会で、すごく勝つのが難しいと思います。決勝戦の相手はすごく攻撃力がある選手で、少しでも気を抜いてしまうと簡単に決められてしまう中で、しっかり自分の作戦を考えてたプランを実行できたことと、そのプランを実行するフィジカルを強化することができたことが良かったんじゃないかなと思います。まあ数あるオープン大会の中でジャパンオープンっていうのはすごく自分の中でも優勝したかった大会ですし、この大会は取りに行くぞって思った時にしっかり優勝できたってことは自分の中で成長できたなと感じることができる大会でもありました。シングルスプレーヤーは結構大きい展開が多いんですけど、彼との試合はすごく速くてスピーディーな試合展開になるんで、なんていうんですかね、少しでも気が抜けてしまうと、すぐに点差を離されて、しまうので、彼との試合はいつも難しいです。相手の打つ球、癖っていうのは、自分も把握できるんですけど、それは相手も同じで、まあ、試合を重ねるにつれて、簡単にラリーが切れないので、どんどん試合時間が長くなるので、どうですかね、回数重ねるにつれて難しくなっていくと思います。トマス杯で、久しぶりに日本代表のみんなと同じチームで試合できて、なおかつ自分の納得するプレーが、できたので、すごくトマスカップは印象に残ってます。